はいどうも、アシラオチャンネルです。今日はですね、自分がこの前紹介した狭山スポーツセンターに来ております。ここはこの守備練習ができるバッセンということで、ここからボールが放たれて、それをこっち側で守備練習ができます。この前は後ろから映したんですけど、今日はこのマシン側からカメラを回して、どんな感じかなっていうのを教えていこうかなと思います。ちょっとマシンの音がうるさいかもしれないんですけど、ご了承ください。では行きましょう。というわけで今日はこの守備ができるバッセン狭山スポーツセンターで守備練習をしました。まあ2ヶ月ほど前にも1回動画にしたんですけど、やっぱりこう 2,3 ゲームやるとかなり疲れるかなと思います。2人でゲージに入って守備バトルとかもやってもいいと思うんですけど、今回は1人でやりました。だいたい25球ぐらい出てくると思うんですけど、こうランダムでこのマシンが動いてて、そこでポッていきなり出てくるんで、こうおおみたいなタイミングをすごい取りづらいですね。ノックとか試合の場合はこうピッチャーが投げてそのタイミングでこう入れるんですけど、この場合はこうずーっと動いていきなりポッと出てくるんで、その判断も難しいかなと思いました。
はい、というわけで今日は守備ができるバッセン狭山スポーツセンターで撮影しました。皆さんもぜひ行ってみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それでは今日の走るチャンネルは以上です。あるぞ。はい、というわけで5月のプレゼント企画です。まずはアシックスゴールドステージ内野手用グローブ、こちら赤とタンのグローブで片付けをして1名様にプレゼントします。続きましてこちら、アーリア下のシャツになります。自分らが愛用しています。同じものを M サイズ1名様にプレゼントします。チャンネル登録&コメントで応募可能です。たくさんのご応募をお待ちしております。アーリア下。アーリア下、アーリア下、今日も。